ズでお伝えしています HKT48 7期生オーディション、ついに7期生が決定いたしました。先週お伝えしましたけれども、16人この方々が7期生となりました。そして早くも1週間後、来週9日にもうお披露目が東京で行われるということで、猛特訓を続けている彼女たちを見てきました。皆さん改めましておはようございます。おはようございます。編集のアンセンスの衣装で登録して、本日からも本格的に活動を始めるんですけども、あれがゴールではなくて、ここからがスタートです。2年ぶりの開催となった HKT48 第7期生オーディション、およそ5ヶ月にわたる審査の末、先月14日7期生16人が誕生しました。びっくりと嬉しいがごちゃごちゃしていて、涙がすごかったです。それから1週間後の先月21日、この日は来週9日に行われるお披露目に向けて初めての練習が行われました。練習初日から早速、でもさあ、はたーたほーきーってこのくらい上がるはずで、これの曲はお客さんに拳を上げさせて、みんなもせーの、おいおいって声出させるやつや。だからそこはステージ立つ人がもうちょっとエネルギー出さないと。はいはいはい、今の全然エネルギーが伝わんない。ダンスの指導もオーディションの時とは違い、より具体的に。何より彼女たちに今求められるのは全力であることです。ダンス中も、それでステージ立つもりだ、間違えるなと何とも言ってないね、気持ちが大事って言いようやから、間違えは何しよう一生懸命やんねん、その姿が心打たれるのよ、わかる？それをさ怯えながらやってどうするよ。アイドルとして舞台に立つ、それは決して生半可なことではありません。だからこそ練習初日から厳しい言葉で伝えられます。ステージに立つ以外は年齢も経験も関係ありません。本当に限られた時間をどう使うか、今日のレッスンもちゃんと意味のあるようにできるように工夫して取り組んでいけたらなって思います。やっぱ習い事とかじゃなくて、やっぱりお仕事っていうものなので、なんかダンスとかも自分が楽しむんじゃなくて、見ている人が楽しめるように鏡を見ながら工夫したりするようになりました。前の練習とは全然違う。はい、ちょっと違います。この3連休もお披露目に向けた練習に費やした7期生、本番は来週9日です。ライブ終わりだ。3日間練習どうやった？めっちゃきつかったけど楽しかったです。一番汗かきました。なんで？毎日必死にやってるんですけど、もうすぐ本番が近いので、心を引き締めて頑張ろうと思ったらこうなりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう朝から晩まで、あの調子で歌って踊って朝から晩までよ。すごいね。もう先生の言葉聞いた？私たちがヒーってなりましたけれども、先生も12歳だろうが13歳だろうがプロとして見てらっしゃるから、お客様の立場になりんしゃい、それあんた全力でやっとうとね、
怖いそれ そんなに博多の思いはでもねディレクターが言うには七木瀬はそれをプロとして受け止める根性が芽生えてるそうですよ、うん、でねあの練習後もああやってね楽しそうに去っていきましたけども横のつながりもどうやらできてるようでもうすでに七木瀬のチームとして成り立っているみたいですね、さあいよいよ来週ですよお披露目あと1週間しかありません、さらに猛特訓を続けているその様子はまた次回お伝えいたします